最新韓国ニュース速報、合意を受け入れず白紙に戻せと言うなら政府には元慰安婦の存命中にこれ以上何もする余地がない。韓国大統領府、これ以上の合意無理イコール慰安婦問題で理解求める。韓国大統領府、韓国大統領府は31日、慰安婦問題をめぐる日韓合意に関して国民向けメッセージを発表し、合意を受け入れず白紙に戻せと言うなら政府には元慰安婦の存命中にこれ以上何もする余地がないということを分かってほしいと理解を求めた。28日の合意直後に朴槿恵大統領が国民向けメッセージを発表したものの、元慰安婦や支援団体を中心に合意への反発が強いことから重ねて訴えた。メッセージは金子英大統領府広報首席秘書官が読み上げた。キム氏は、歴代政権は慰安婦問題を放置してきたが、現政権は銃声のない戦場のような外交の現場で国益を守るため、崖っぷちに立った心情で交渉に臨んだと強調。日本政府の責任認定公式の反省謝罪を得るために努力を尽くし、可能な範囲で十分に進展したと判断し合意したと説明した。その上で、野党や元慰安婦の支援団体を念頭に、これまで民間の努力では全く進まなかったのに、まるで政府が誤った交渉をしたかのような世論を醸成することは、決して被害者にプラスにならない、と批判。今やるべきことは日本政府が歴史を直視して着実に合意を履行し、両国が一緒に未来に進むきっかけにすることだ。対極的に理解し、力を結集してほしい、と前向きに受け止めるよう呼びかけた。民の声へ続く。